CDTV ライブライブでのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスにファンが熱狂。その理由とは平野翔の意外な素顔。ハッシュタグ CDTV ライブライブが盛んに使われており、36,916件もの投稿が寄せられています。日本のトレンド、特にカウントダウンテレビ、CDTV について話すとき、盛り上がりが違いますね。CDTV は音楽ファンにとっての楽しみの一つです。 SNS 上では、ハッシュタグ CDTV ライブライブが盛んに使われており、36,916件もの投稿が寄せられています。その中でも、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーライン CDTV や、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイ、アンダーライン本、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイが注目を集めています。CDTV ライブライブのトレンド1位に輝いているナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、 ファンにとって待ち遠しい瞬間の一つです。特に、美しい28歳の騎士ユータさんの存在は、多くのファンを魅了しています。騎士くんの可愛らしい芝犬のようなルックスに加えて、彼のパフォーマンスはいつも素晴らしいものです。そして、ナンバーアンダーライン愛のメンバー同士の関係性も、ファンにとって大きな魅力の一つです。彼らの中の良さや、お互いへの気遣いがステージ上でも感じられ、 隣のノリノリ平野さん可愛すぎてギュギュッと抱きつぶしたい感情に駆られるというコメントからも彼らの絆の強さが伺えます。SNS 上では心臓がボンボンボンする緊張してきたなどファンの興奮が伝わるコメントが多数見られます。特にナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの中の良さやステージ上でのパフォーマンスに対する期待感が高まっています。例えば 隣のノリノリ平野さん可愛すぎてギュギュッと抱きつぶしたい感情にかられるというコメントからも彼らの絆の強さが伺えます。さらに、平野賞を見せてくれてありがとうございますという感謝の声もあり、ファンは彼らのパフォーマンスを心から楽しんでいることがわかります。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれの個性やキャラクターもファンにとって大きな魅力となっています。例えば、 岸優太さんは、その真面目な性格とリーダーシップで知られていますが、最近のパフォーマンスでは、少し疲れた様子も見られ、ファンからは、連日お仕事で、お疲れかしら、と心配する声もあります。しかし、その一方で、ボンのフルサイズ楽しみすぎてそわそわなど、期待感は高まるばかりです。平野翔さんについても、翔くんってヨークシャテリアなのなど、彼の可愛らしい一面に対するコメントが多く見られます。 彼のパフォーマンスには常に注目が集まり、翔くんやっぱりクレバーさんって呼んでるというコメントからも彼がこの曲を特に気に入っていることがわかります。神宮寺くんはそのクールなイメージと確かなパフォーマンススキルで多くのファンを魅了しています。彼のステージ上での存在感は圧倒的で、神宮寺くんはシュナウザというコメントからも彼の落ち着いた雰囲気がうかがえます。 ナンバーアンダーラインアイの選曲には彼らの個性や思考が色濃く反映されており、それがファンにとっての大きな魅力となっています。例えば、一歳合歳は夏に聴きたくなるよねー、という意見もあり、この曲が季節感を強調する要素も持っていることがわかります。さらに、ナンバーアンダーラインアイのメンバー同士の関係性もファンにとって大きな魅力の一つです。 彼らの中の良さやお互いへの気遣いがステージ上でも感じられ、隣のノリノリ平野さん可愛すぎてギュギュッと抱きつぶしたい感情に駆られる、というコメントからも彼らの絆の強さが伺えます。さらに、平野賞を見せてくれてありがとうございます、という感謝の声もあり、ファンは彼らのパフォーマンスを心から楽しんでいることがわかります。この曲は、リズム感のあるビートとキャッチーな目、 ナンンバーアンダーラインア i はその独特のスタイルと親しみやすいキャラクターで多くのファンを魅了してきました。彼らの楽曲は耳に残るメロディーと力強いリズムが特徴で、特にライブパフォーマンスではその魅力が最大限に発揮されます。今回のボンもその例外ではありません。この曲はリズム感のあるビートとキャッチーなメロディーが特徴で、聴く人を一瞬で引き込む魅力があります。 CDTV ライブライブでの初披露に向けて、ファンの期待は日に日に高まっています。また、ナンバーアンダーライン愛の選曲には、彼らの個性や思考が色濃く反映されており、それがファンにとっての大きな魅力となっています。彼らのパフォーマンスは、リズム感のあるビートとキャッチーなメロディーが特徴で、聴く人を一瞬で引き込む魅力があります。さらに、彼らの選曲は季節感を強調し、 ファンをさらに魅了しています。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスはいつもファンをワクワクさせてくれます。特に、ボンフルサイズのパフォーマンスはファンにとっての楽しみの一つです。彼らの緊張や期待を共有することでファン同士の絆もより深まりますね。そして、ナンバーアンダーライン愛の次のパフォーマンスが待ち遠しいですね。彼らの活躍から目が離せません。 今後も彼らの成長と活躍に期待したいですね。ナンバーアンダーライン愛のボンフルサイズのパフォーマンスは常にファンをワクワクさせますね。彼らの次のステージはどんな驚きが待っているのでしょうかファンとしてはますます期待が高まります。また、あなたがナンバーアンダーライン愛のファンである場合、彼らの楽曲やパフォーマンスについてどんな印象を持っていますか 彼らの活動に対するあなたの期待や感想をぜひシェアしてください。さらに CDTV や他の音楽番組においてナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスがどのように評価されているか気になりますよね。彼らの活動が音楽シーンでどんな影響を与えているのか見守りたいところです。最後にナンバーアンダーラインアイのファンコミュニティがいかに活発であるかを考えると 彼らの活動が多くの人々にとって特別な存在であることがわかります。彼らの音楽やステージパフォーマンスを通じて多くの人々が喜びや感動を共有しています。あなたは次回のナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが楽しみですか彼らの新しい挑戦や成長に期待していますかそれとも彼らの過去の活動に対する思い出が心をくすぐるのでしょうかどんな場合でも ナンバーアンダーライン愛のファンとしてのあなたの思いは、彼らの活動を支える大きな力となっています。最後に、あなたはナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスにどんな期待を抱いていますか彼らの楽曲やパフォーマンスについてのあなたの感想を聞かせてください。ナンバーアンダーライン愛の最新情報に対するファンの興奮は高まるばかりですね。 彼らのパフォーマンスや関係性に対するファンの熱い思いが SNS アで広がり、彼らの活動に対する期待もますます高まっています。しかし、私たちは彼らの活動やパフォーマンスに対する熱狂の裏にある深い意味にも注目すべきです。彼らの音楽や舞台裏の努力、そしてファンとの絆が、彼らの成功にどのような影響を与えているのでしょうか。また、 彼らの活動が日本の音楽業界や文化全体に与える影響も考えるべきです。彼らの成功は他のアーティストや若い世代にどのようなインスピレーションを与えるのでしょうか